ガーナで石蹴りをしている子供たち。石蹴りとは、石を蹴る遊び。地域により様々なバリエーションがある。石蹴りはもともと地面に図形を描き、その図形の中へ石を蹴り入れる遊戯である。石蹴りのルーツは、泥面子による穴人遊びにあると言われている。穴人遊びは貝や、好み、絵ン、泥面などを用いた遊戯で、地面に掘った。 小さな穴に貝などを投げ入れ穴に収めたものを勝ちとするものである。石蹴りの代表的な遊び方は、地面に丸や四角の区画を複数描いておき、その一つの枠内に石を投げ入れ、その他の枠内を片足飛びで順々に飛んでいき、一順したら石を投げ入れた枠の手前で、片足の姿勢で石を拾って、振り出しに戻るというものである。 路上に落ちている石は球体でないことが多く、蹴った際に飛ぶ方向を予測することは困難である。そのため、路上を走行中の車や、歩行中の人に当たってしまう危険がある。石蹴りに鬼ごっこの要素を取り入れたもの、二人から四人程度で行う。鬼が石を蹴り、逃げる、側の足に当てることによって、鬼を交代する。鬼から離れる距離についての明確なルールは、 存在しないが、会話できる距離、または、石が届く距離にいるのが普通である。逃げる側は主にジャンプして、避けるので、鬼はフェイントが重要なテクニックとなる。基本的に石が、道路からはみ出したら、鬼が拾いに行くか、回収困難な場合は新しい石を用意する。その時逃げる側は特に逃げない。ゲームの終わりは、目的地に着くまで、あるいは、帰り道が分かれるまでと、 明確な終了のルールはない。AB 加藤 1996P65AB 加藤 1996P67 加藤 1996P38 加藤 1996P15 ありがとうございます。